キパのさやです。今日はちょっと初めてドッキリを仕掛けていこうと思います。そして今日のそのドッキリが題して、相方の歯全部高音になってるドッキリ。相方が来たら自分の歯が全部高音になってるっていうドッキリです。それで、はい、この北海道コーンを全部歯に埋めていこうと思います。このドッキリずっとやりたかったんですよ。小さい頃からやるしかないと思ってて、コーンは野菜の中で一番うまい。いや、わからん、コーンがちっちゃすぎて歯に入んないかも。あ、いいっすね。いけれたか、埋めてこうって思います。いいもんだね。はい、これ。はい、かけた。食べちゃった。どうしよう。何に来るんだろう。もうむずいな。コーン食べる動画みたいになってるわ。そろそろ来そうなんでやります。これは大きいので、YouTube 界で一番ヒュールかもしれん。なんか世の中にはあれしていいドッキリと、あれしてやれやドッキリがあるかなんですけど、これはあれしていいドッキリだから、あ、暗かったか。よかった。入ってきたら、歯全部顔になっちゃったって言って、相方の反応を言ったと思います。何やってんの？ねえ。びっくりした。強制キルつけてるかと思ったら、変な。30分間つらかったな。ごめん。終わりでーす。ねえ、アイスってさ、クッキーとクリームとキャラメルが入ってたら最強じゃない？ね。はい、バイバーイ。